はい、皆さんこんにちは、ラフィオのロフキー塚です。どうぞ。はい、はい、ヨレックスの森森くんです。こんにちは。まあ、今日はですね、次回に V コープロのカスタムのダブルス編があります。ちょっとやっぱりあの2人に前線するためには加藤じゃないんだよね。加藤じゃないそもそも森さんが出るのが久しぶりです。そうですね、森さんが最近ちょっとおさぼり気味だったまずカスタムフィットしたラケットを。あ、そうです、そうですよ。球を打つ前にそれをやらないといけない。じゃじゃーん、カスタムフィットしてきました。じゃじゃーん、これですね。自分はトリックアップの 100L にしました。やっぱ軽いんで280もともとなんですけど、それを今回は285に 5g 重たくして、まあ、バランスはそのまま335通常で、まあ、このぐらいが自分の中でちょうどいい重さかなというところで、これでちょっと今回はやっていきたいなと。ヘッドリングはレクシスのスピード 1.25、うん、この、また 1.25 いいんですよ。反発もあってすごい気持ちいいです。やっぱラケットがあの食いついてくれるんで、この反発がある分ですね、すごいちょうどいいタイミングで打てるかなっていうところが。僕は今回は V コアプロの100です、グリップサイズは2番、グリップの形状も通常のタイプにしています、スペックは、5g 軽く295で、バランスは 5mm トップヘビー気味にしたので 325mm です。軽くしてトップヘビーにしてます。でもレザー巻いてるから結果的にあの 300g 320mm に近づいてますね。あの若干松井さんの影響を受けましたね100のアドバンテージもっと使える、ダブルスとかあので使えると思ってで100にした。だからもうこれ V コアはマジいいっすよ、ね、これはもう買いです。買い、これなんでみんな買わないのかよくわかんないもう大絶賛でしょうね。ホストリングはレクシスのスピード、1.30 を40ポンドです。これを今回ですね、ちょっと事前に私たち打ちまして、なんとかあの2人に前線したいなと。さらに秘密兵器がある。そうなんですよ、ちょっと今回はこのラケット以外にもうちの新しい新アイテムですね。ご自身なんで、うん、お家でですね、いろいろできるように、うん、今回アイテム、なるほど、はい、開発しました。家トレ、家トレ、家トレ用。そうです、これ縄跳び。縄跳び、縄跳び、なるほど、はい。これトレーニングバンドって、はい、あの特にこう、まあ、伸縮するこういうのでゴムチューブトレーニングする用のゴムチューブ、ね、はい。であとは、フォームローラーですね。で、あとはこっちですね、マットですね、うん、まあこれもあの引いてもらって、まあ、ヨガマットみたいな感じで使うから、はい、ヨガマットですね、トレーニングマットみたいな。そうなんです。これあのウェイトバンドってこれあの2個でどれくらいなんでしょう。1個 500g、 1個 500g、 はい。なんでこれを高橋さんと根本さんの足につけてやればいい。あ、いいですね。なるほど、その判断もある。すでになんか、あ、自分はもう森さんの足チラッと見えたら今、はい、あのもうつけてますこれでトレーニングしてます。なるほど、はい。どこからつけるんですか。これ会社からということで、とりあえず体をほぐしましょうということで。そうですね、まあ、ほぐすといえばこれですよ。はい、フォームローラー。フォームローラー、これさ、どうやって使うか知ってます。うん、まあでもこれ、これのやつですね。怒られるふくらはぎとかでほぐすんだとか、出し乗っけて、出し交差してお尻グッと上げて、こうやって転がして、転がしてふくらはぎのこうやってやるとか、体重がグッて下に乗っかるんで、そのままお尻上げた状態で、あぁ結構効いてる。怖い、痛いと思う。足をピッと伸ばしてもらって、足をピッと伸ばして、そうそう、はい、あ、効いてる効いてる。結構やばいと思いますよ、これ。あの皆さんの見てる以上に結構きますんで、ね。これも表面意外と柔らかいんですけど、ね。表面柔らかいけど結構。これグリグリきますね、ここ。この突起は意外と潰れますもんね。これはそうですね、押すとちょっと柔らかい、ここもそこも柔らかいですけど、でも結構あの筋肉がグッて乗っかるといい感じにこうここほぐす感じが出ていいんじゃないですか。すごいですね。これ、本当おすすめです、これ。これ、まあ、引いてあるのもそもそもこれもヨネックスさんの。これそうです、ヨネックスの、これも新しいマットですね。なんかちょっと質感が良さそうな。いいですよ。これ、結構あの、見た目よりもかなり触ってみたら柔らかいですよね。はい。うん、クッション性が。クッション性がちょっとある、うん、印象です。これ、縄跳びなんですけど、家の中でもできるように、縄、あの、重りがついてます。そうです、下にもつかないんで、このまま回してもらえれば飛ばなくてもできる。だから手のハンドルも回してくれるので、実際にこういう風になってついてまして、これがあの
付属品のものと変更できるので変えられる変えられます、うん、さらにこうやって入ってるので飛ぶこともできる。ウエイトの場合は手に当てられます。ウエイトの場合は手に当てられます。じゃあ4曲でもらおうかな。こんな感じです。じゃあせっかくなのでラケットの方もちょっとね、あの試運転をしてから挑んだ方がいい。はい、すごいあのこれよく飛んでくれます。思ったよりいいんじゃないですか。で、掴みもあるんでコントロールもしやすいですし、結構足元にも落とせましたね。これならいけそうですか。本番いけんじゃないかって今ちょっと。ただね、やっぱね足になんか若干掴まれてる感じがあるんですよ足。これこれじわじわ来るんですかね、やっぱり。結構この短時間でも効果ありますね。ただこれを外した時にもうやっぱりぴょんぴょんいけんじゃないかと。森さん、足が重そうなのは気のせいですか。重たいですね、これ。だんだん1キロ感じてきました。足が重そうよ。1キロ感じてきました。なんか誰かに掴まれてる感じ。結構しっかり固定できるもんなんですか。そうっすね、結構、うん、動かないっすよ。重い。地味に地味に 500g ずつって重い。はい、ラケット V コアプロの100。重さ的には軽くしてる分、ちょっとトップにバランスを寄せてちょっとパワーを出せたらいいなと思って、ちょっとトップヘビー気味にしてるんですけど、あのボックス系のラケットの中では結構やっぱパワーのある印象っていうのがあると思ってるので、結構力もしっかり伝わるなという感じで、スピンっていう要素よりもやっぱりちょっとこう厚めの当たり、フラット系の低い弾道でまっすぐラケット出した時のパワーは伝わる感じがするので、印象としてはやっぱりフラットドライブ系で打った方がボールはしっかり飛ぶなと思います。ちょっとやっぱりヘッドを重くした分、あのラケットヘッドも自然と走ってくれるのもちょっと個人的なイメージ通りだったなと思ってるので、まあ、これで頑張りたいなと思います。足がなんか、うわ、足元がちょっと、あー、無理だ。最初の10球ぐらいは大丈夫でした。ちょっと一瞬今外してみましょう。今その場で、おう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 、こうやってやっぱあのあるなしの触ってこうやってつけて動いて外した時に一番わかるんだと思うんですよね。いや、これちょっと打ってみましょう。あ、楽っすね、確かに重さが感じない、感じないって言うと思うんだけど、でもつけてるつけてないと全然足の危ねちょっといろいろなものがもうバッチリですね。疲れた疲れました。疲れた。いや、すげー楽しかったっす。これ結構しんどいよ。しんどいっすよね。高橋さんと根本さんにはがっつりトレーニングしてちょっとグダッとしたところで挑もう。おじさんの体力削りましょう。削りましょう。削りましょう。おじさんのみんな眠りにつく頃頑張りますかね。はい、はい、やってみましょう。じゃあ、こうご期待ということでよろしくお願いします。ありがとうございます。